式会社北原貴彦の北原貴彦です。オクシー株式会社の山下です。株式会社シェノンエンターテインメントの坂口です。一つ目のテーマはお店を育てるためのマイルールということで、なんかそれぞれが全然違う、まあ、経営スタイルでね、今日どんな会話になるんかなって楽しみ、はい、なんかでもツイッター見てると結構こう仕組みっていうところに似てる部分があったりとか。それはすごく感じてますですよね、はいはい、ただ北原さんのスピードが速い。いや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 、もうそんなもう勘弁してくださいよただやっぱりそのトリッキーなことはやってないですね。お二人とか見てると、まあそっち行くとかっていう想像ができないお二人なので、そもそもの選ばれるジャンルっていうのはえそっちって思うことが結構多いのでわかんないですね。自分何してるかわかんないです。最近はオレンジの何かね。あ、ですよね。あ、明日オープンなんですか。おめでとうございます。はい、店をまあこう展開されていってると思うんですけど、なんかそのマイルールみたいなんてありますか。美容室焼き芋オレンジによって全然違うんですけど、それでも一つのルールとしてやっぱりこう人に依存しない仕組み作りっていうところを考えてますかね、うんうん、美容室を初めてした時にこうどうしてもこうお客様っていうのは美容師さんに向けてこう来られてるっていう形なので、そこに依存しすぎないビジネスモデルを他にこう探そうっていうので、焼き芋だったりオレンジジュースっていうのは作ってたりしてるからね。まあ基本的に普通は美容室はね、人に依存してしまうモデルだとは思うんですけど、まあ、逆に自分のところはもう究極のある意味依存というか、うん、でも、まあ、入り口はすごい大事にはしてるんですけど、まあ、その個性生かしきるっていう環境を作るっていう。めちゃくちゃ売り上げ出してますもんね。売り上げはまあ順調に上がってますね、まあ、プロダクション型経営って勝手に言ってるんですけど、まあ、タレント事務所に例えて美容師さんをタレントとして売っていこうっていうのを、まあ、創業当初からやってたのが今はまあ結構芽が出てきて、多方面でまあ美容師本業としてもですし、まあ、その通常の営業ビジネスでもまあ回り出したっていう感じですね。だからそこで言うとお二方とは僕真逆な部分もあるんかなと思うんですけど、北原さんはどうですか。僕はもうどんなジャンルどんなビジネスも再現性を見つけるようにしてるんですよね。でその再現性っていうのが全部自社だけで完結する再現性だったら、あとはそれをじゃあ100個作るのか1000回やるのかっていうような考え方ですね、基本のコアな部分は。いや北原さんと出会って数年前ですけど、はい、そこで再現性っていうのをちゃんと向き合うきっかけになったんですよ。あの時本当に出会ってなかったら多分今ないと思ってて。本当ですか。そのタレントみたいに売り出すっていうのは決めてたんですけど、そこ俗人すぎるやろっていうツッコミがまあ前からもちろんあったんですけど、そこがまあ今再現性出せるようになってきたっていうのが、まあ、はい、俗人化させるプロダクション型経営。多分僕そのプロダクション型経営って多分僕が坂口さんに一回多分その何だっけかな、依存型経営とか、はい、その中で坂口さんと一回それをお話ししたことがあると思うんですよね。でその結果坂口さんがそう言っていただけるんでしたら、僕そろそろ役員か何かに迎え入れていただいてもいいかなと。逆にいいんですか。逆にいいんですか。基本的にツイートぐらいはしますみたいなだまあやっぱり共通してるところで言うと、まあ、マイルールっていうのはまあ再現性っていうところなんですかね、はい、切り口は違えど、ですね、2つ目のテーマは人を育てるためのマイルールということで、まあ、さっきのにもつながってくる部分はあるとは思いますけどね。でも僕自身も人に振り切ろうってもう難しいの分かってたんですけど、そっち行こうと思ったのが、まあ、そっちに行ったらライバル減るなと思ったんですよね。で結局、まあ、人に振り切って、中小企業じゃないですか、もう美容院ってまあまあ零細じゃないですかってなった時に、もう人物金っていうよりかもう人やろっていうのが自分の中であって、それでまあ人に徹底的に振り切るっていうのが、まあうちのマイルールというか、結構その考え方とかあり方の部分の教育って難しいと思うんですけど、それをどんどん共有していくことで、まあ、店長置かない仕組みにしたんですよ。あ、そうなんですか。ただコミュニティマネージャーっていう役職を作ったんですね。Google とかが採用しておられたんですけど、だからその店舗っていうコミュニティを円滑にこうしてくれる人に、まあポジションを与えるっていう
ちょっとこうこうじゃないっていうこういう感じでティール型がまあ、機能しやすいような仕組みにしてからすごく、まあ、離職もなかったりとか、あの人が生き生きして売り上げがまあ何でしょうね、もう今うちのパッケージがまあ1年から1年半ぐらいで1店舗まあ、10人1000万ぐらいっていうのが今モデルで形ができてきたんで、これをまあその形で展開していこうかなと思ってます。もうすごい、僕がこう関われてるとこって言えばやっぱりその本部のメンバーであるとかマネージャー店長っていうところになってくるんですけれども、やっぱ現場の方たちとはなかなか会えないので、でそういう方たちと何て言うんでしょう、人を育てるっていうところになってくると、こう自分が先に答えをざっくり見つけてそこに対して導いてあげるっていうのは考えてますかね。なるほど。だからその人に考えさせるとか、この人が何かできなかったりすると怒るのではなくて、自分がこうある程度の答えを決めてそこに対する導き方というか、そういうのを仕組みを作って、なんて言うんでしょう、みんなで目指すとこ一緒に向かってやってる感じですかね。気づかしていくっていうような、そうですね、はい、その会社として向かっていく方向に。だからそこに対して怒ったりはしないです、うん、怒ることでなくなってきますかね。ないっすね。やっぱりそれ怒るってことは自分がこうその答えを見つけてないとか、その人にこう任せっきりだからこそ怒ったり、人の強さに依存するっていうところがつながってくるんですけど、そういうのはしないですかね。なるほど。北原さんのところでも関わる人口出たらえげつないじゃないですか。あ、そうですね、はい、何人ぐらいとかあるんですか。100何十店舗されてて、まあ、関わってる人口で、あでももう関わってないですね。あ、なるほど。もうあの任せたんで、はい、ある程度はもうあの例えば美容室の今13法人やってるんですけど、はい、美容室に関してはもう僕13法人まあ、経歴から言うとアフィリエイト、美容師の時にアフィリエイトやっていて、お給料が少なかったので、でアフィリエイトやってそれで大体月100万ぐらい、うんうん、でそのアフィリエイトの手法を、提供して、その後単1時間で1000万ぐらい売り上げたんですよね。でそのそのモデルをそのまま各ビジネスに落とし込んでるだけなんですよ。だからやってることって一つの再現性を作ってそれを100万まで積み上げる、もしくは1000万まで積み上げる、1億円まで積み上げる、でそこに再現性ができたらそれをマニュアル化して FC なのか代行するのか、コミュニティにするのかって分けてるだけなんですよね、はい。で実際にその美容室をやりながら通販を立ち上げて、この通販も売上の再現性っていうのが作れるようになって今年商8億ぐらいあるんですよね。通販もされてるんですか。あ、やってますやってます。だから通販と、美容室で40億ぐらいのグループになってるんですけど、うん、それ管理本部3人なんです。すごい。いつ聞いてもね、なんか規模は増えてるんですけど、はい、本部は増えない。そうなんですよ。そうなんですよ。本部の人数は絶対増やさないですよね、基本的に。増やさなくてもいいように仕組みって言葉があると思ってるので、よくなんかこう美容室経営とか美容室をされてるところは本部が重くなりがちですからね、はい、ああなっちゃいますね。すっごいそれ、はい、だから本当にもうルールを決めてれば、その、まあ、うちも店長置かないんですけど、ルールが決まってないから店長判断する人が必要になってったりだとか、ルールが決まってないから本部が必要になってくるんですよね、うん、だからうちの本部の3人もう基本的に流れ作業なんですよ。確認するっていう、もうこれだけなので、でその美容室を経て、通販やったりで、ホームページ受注作成事業やったりだとか、ちょっとすぐ覚えてないんですけどそういう13法人ですもんね、はい、っていうような状態でやっていって、でその松江区会社1社に関しては去年の7月からスタートして今22店舗かな、うん、でこれ多分年内50店舗いて来年で100から200店舗着地予定。早すぎますよね。これね、ほんとツイッターで見てたんですけど、はい、早いっすね、スケールさせる。 ありがとうございます。なんか昔お会いした時に事業設計が美しいかどうかっていうのをすごい言ってはって、すごいそれが聞いててやっぱりきれいってなるんですよ、聞いてた。いつもなんか何の淀みもないというか、なんかそういうのをやっぱりこれから経営者ってやっぱほんまに考えないと、もう、まあ、生きていけないですよね。